はい、ラピー TV です。本日はね、こちらの長栄のヒーローボックスミニ PC、 小型 8GB メモリーで 180GB の SSD、 そしてセルロンの N4100 プロセッサーを使ったこちらのモデルに変えました。なんでかと言いますと、今まで使っていましたデルのデスクトップタワーが壊れたんでね、ハードディスクが。こちらにデスクトップ周りを変えてみました。これにすることによってデスクの場所を取らないで、パフォーマンスを犠牲にせず、デスクの周りがすっきりしてミニ PC を置くことですっきりとしました。電力もほとんど食わなくなったし、まず一番の特徴はファンレスなんで、ファンの音はもちろんファンレスでありません。非常にね、発熱効率がいい。まあこれで十分ですね。コスパ最高のミニ PC となります。これ私今年の1月の11日に購入したんですけど、出てすぐね。それから使わずテレビ、リビングのね、テレビにつないでたんですけど、こちらにデスクトップね、デルのデスクトップインスパイオンがあったんですけど、それがハードディスクがね、ちょっとおかしくなって、起動がおかしくなったんで、もうお蔵入りすることになりました。そこで現在これ今日取り付けてみました。そしてやはり SSD なんでね、起動が早くてすごい立ち上がりが早いといったもので、もう大きなデスクトップ PC はいらないと、そういった時代になってきました。それに伴ってね、皆さんにご報告です。私ミニズフォーラムからご提供いただきました、今度クラウドファンディング幕開けでリリースしますデスクミニ X400 が到着しましたので、こうご期待ください。こちらの開封レビューね、先行開封レビューをいたしますので、次回動画でこちらミニズフォーラムさんの X400 ミニ PC、 衝撃的なパフォーマンスのこちらのミニ PC、 ぜひご期待ください。次回動画投稿予定となってます。はい、そしてこちらに戻ってきて、このミニ PC ね、これでも十分ですね。値段が新しいバージョンとしてヒーローボックス、メモリーは8ギガ変わらないんですけど、中のストレージ SSD が180ギガから256ギガバイトになって、 Amazon で好評発売中です。お値段の方がね、26,500円、クーポンにチェック入れると3000円引きで23,500円で購入することができます。またこのバージョンの180ギガでいいという方はね、他のサイトとか見ると2万円以下、19,600円前後で購入することができます。で、これの最新バージョンが256ギガになったということになります。SSD が256になったと、180から見頃になったといったところになります。これぐらいにして私のデスクトップ周りをお見せしたいと思います。今まで使っていたこれがデルのスピーカーですね。そしてこれがキーボードとなります。こういった感じで、こういった環境でやっております。これが今度新しく出ました、はい、新しいバージョンといいますかね、見頃に増えたといった長栄のヒーローボックスミニ PC というふうになります。もうこれで十分ですよね。 Windows の OS が入って、10が入って、 CPU モデルセルロンですね、セルロンの N4100 でプロセッサー速度が 1.1、 そして RAM 容量が 8GB といったこちらの PC ね。デスクトップ PC、 そんなにね、ハードなゲームをしないという方はこれで十分だと思います。はい、そういったわけでね、いろいろと見ていきたいと思います。それではヒーローボックス、どれぐらい
サクサク動くかをお見せしたいと思います。今これ Amazon のヒーローボックスの新しい見頃になったヒーローボックスをお見せしておりますが、この Google Earth Pro をちょっと立ち上げてみますね。デスクトップにこの速さで起動します。十分な速さですよね。全然元のデルの大型 PC は何だったかなと思いますよね。やはりハードディスクじゃなくて SSD は非常に速いですよね、起動が。そしてこういう感じで Google Earth もサクサク動きます。東京都どこでもいいですが、クリックしてズームします。はい、そしてさらにズームします。でストリートビューで降りてみたいと思います。港区あたりに降りてみます。はい、こんな感じで港区のどこか知れませんけど降りましたね。サクサクと Google Earth も動くといったものになります。ストリートビューを終了して、はい、港区なんでね、東京タワーがあったと思いますが、はい、こんな感じです。はい、そしてストリートビューでこの辺降りましょうか。ぐーっと降りてこんな感じで、はい、この重いストリートビューがね、結構サクサクと動きます。非常に画質もいいし、これで十分だと思います。こんな感じですね。はい、PC からプロパティ、そしてデバイス名ね、そしてプロセッサーがセルロンのインテルセルロン N4100 1.1GHz、 そしてラムが 8GB 搭載ですね。オペレーティングシステムは 64bit オペレーティングシステムとなっております。 Windows の10ホームが入っております。こういった感じでね、もうミニ PC で十分な時代ですね。ミニデスクトップで、もう大きなデスクトップは邪魔になりますので、ぜひ皆さんも手頃に買えます超A のヒーローボックス、またはミニズフォーラムのミニ PC とかも検討してはいかがでしょうか。今日は超A のヒーローボックスミニ PC に変えてみましたを終わります。ではまたです。